この隙間の汚れ、なかなかやるじゃないか。しかし、この保安委員長の猛撃にいつまで耐えられるかな。この新兵器の力を甘く見るなよ。新たに購入したこの洗剤さえあれば、なかなか届かぬ隙間までバッチリだ。あ、待て先生、鏡やガラスは洗剤で洗った後、から拭きで水気をしっかり取るように言っただろう。こういうのは特に新聞紙を使うことで、その真の輝きを取り戻せるのだ。それからこういった洗浄液は密室で使うとかなり危険性がある。使用時には必ず換気を忘れるな。きちんと安全に留意した上で、このレッドウィンターにおける衛生環境を脅かす汚染物質どもを徹底的に駆除するのだ。
Thank you.